五十九代宇田天皇・定見十成平との相撲鴨の臨時の祭り旅寝の夢次の帝定時の帝と申しきこれ小松の天皇の御恩第三の御子御母皇太皇宮藩士女王と申しき 日本式武教像一本大乗大臣中野の巳子の御娘なりこの帝上官九年日野と伊皐月五日生まれさせたも巌行八年渦月十日余り三日源氏になりたも御年十八王侍従など聞こえて 天井とにておわしましけるとき天井の御石の前にて成平の中条と住まい取らせたまいけるほどにオンに椅子に打ちかけられて降乱俺に蹴りその折れ目今にはべるなり仁那三年日野と羊葉月二十日余り無床に東宮に立たせたまいてやがて 同じ日に暗いにつかせたもう。御年二十一。世を知らせたもうこと十年。かんぴょう元年、土のと鳥。下月、二十日余り一日。土のと鳥の日。鴨の臨時の祭り始まること。この御時よりなり。使いには、右近の中将、時平なり。正体元年、土の絵馬。 渦木十日五助せさせたもこの帝いまだ暗いにつかせたまわざりける時下月二十四日のほどに鴨の宮城の辺に高使い遊びありきけるに鴨の明神したまいけるようこの辺にはべるおきなどもなり春は祭り多くはべり 冬の意味塾つれずれなるに祭りたまわらんと申したまえば、その時に鴨の名人の大せらるると覚えさせたまいて、己の力は力及びさぶらわず、公やけに申させたもうべきことにこそさぶろうなれと申させたまえば、力、 およばせたまいぬべきなればこそ申せ。いたく、強強なる振る舞い、な、せさせたまいそ。さ申すようあり、近くなりはべり。とて、解決ようにうせたまいぬいかなることにかと、心得ず、おぼしめすほどに、書くくらいにつかせたまえりければ。 臨時の祭り、せさせたまえるぞかし。鴨の明神の託せんして、祭り、せさせたまえと申させたもう日。鳥の日にてはべりければ。やがて、霜月の果ての鳥の日。臨時の祭りははべるぞかし。あずま遊びの歌は、としゆきの阿んの読みけるぞかし。ちはやぶる。 鴨のヤシの姫小松マツ、よろずよふとも色は変わらず。これは古今に入りてはべり。人皆知らせたまえることなれども、意味軸読みたまえる主かな。今に絶えず広ごらせたまえる御んすえ。帝と申すとも、いとかくやはおわします。 暗いにつかせたまいて、二年というに始まれり、使い、右近の中条、時平の阿尊こそは下まいけれ。官票九年、文月五日、降りさせたも、正体二年、土のと羊、神奈月十日余り四日、助せさせたも、みな今後を書くと申しき。 平元年文月十日余り九日右せさせたまいぬ御年六十五肥前の像立花の義年天井に侍ける入道して素行の御ともにもこれのみぞ都行祭りけるされば熊野にてもひねというところにて旅音の夢に見えつるは とも読むぞかし人々の涙落とすも断りに哀れなることよな。